アロハー、ハワイの今をお届け、マハロハワイ。今日は私アサコがお送りします。今日はどこに来ているんだ。今日私が来ているのはカピオラニブルバートとワードアベニューの交差点です。てなわけで今日はカピオラニ大通りだ。近くにはライブなんかが催されているニールブレイズデルセンターがあるぞ。大きなイベントの時はこの辺りは大渋滞になるとか。今日はそんなニールブレイズデルセンター前のハワイグルメだ。お野菜がたっぷり食べられるヴィーガン系のレストランをご紹介します。それでは行ってみましょう。マハロハワイ。ハワイ在住のマハロガールズたちが日替わりでハワイのグルメをお届けする最新ハワイチャンネル、マハロハワイ。さあ今日のお店はグリーンズ&バインズローヴィーガングルメさん。名前の通り野菜中心のヘルシー志向なレストランです。外で食べる開放的なスペースもあって、店内はハワイらしい色使いで落ち着ける仕様になっています。メニューとお水をセルフで取って席に着くというスタイル。さてメニューに目を通すと前菜やメインとたくさんのメニューで悩んでしまいますが、何にしようかなと迷った方にはこちらがおすすめです。スペシャルテイストオブグリーンズ&バインズということで、いろんなものを少しずつ食べられるというこの日本でいうとセットメニューというのがあります。というわけで迷ったらコースをおすすめします。本日まず最初はスープ。こちらがレモンズッキーニビスク。飲んでみるとレモンの酸味がまず広がります。やっぱりこの暑いハワイでは酸っぱいレモンのスープなんかは体がこうクーリングダウンされる感じで気持ちいいです。夏はレモンで疲労回復だ。またこちらにはフェンネルというハーブも入っていて消化を助けるダイエット効果もあるのでおすすめですよ。さあメインディッシュに行きましょう。こちらがリビングラザニア。個人的に大好きなメニューです。ハワイのマカデミアナッツで作られたチーズはしっかりと濃厚で野菜だけとは思えないバラエティ豊かな味わいが広がります。赤いソースと絡めて食べるとすごく美味しいです。トマトの味ですね。スライスされたズッキーニの食感も絶妙で相変わらず美味しい一品です。よし最後はデザートだな。さて最後はデザート。こちらチーズケーキなんですがビーガングルメなのでこれもチーズはナッツで作られたもの。フルーツや野菜のみで作られています。いただいてみるとそれは本当に美味しい。びっくり。パッションフルーツの味わいが口に広がり一口で虜になってしまいました。そんなビーガン料理やローフードを楽しめるグリーン&バインさん、ワインなんかも豊富なのでゆったりと健康的にお酒を飲むのもおすすめですね。健康的で全て美味しかったです。ごちそうさまでした。こちらの店は私も普段も来るんですけども野菜の味をしっかり感じて本当に美味しいレストランだなと改めて感じました。野菜嫌いだけどいけるかも。野菜が嫌いな方もぜひいらしてみてはいかがですか。野菜嫌いが治るかもしれません。それではまたね。バイバイ。